夢の野球 YouTuber 連合。この試合のフル映像はボナールチャンネルさんの方でアップされています。概要欄からチェックお願いします。はい、本日のオーダーはこのような形になっております。なんとですね、イルマで撮影がありまして、野球 YouTuber がもうたくさん集まりまして、もう試合終わっちゃおうということで、対戦相手はボナールのマサ君の所属しているチームステイドリームさんという感じですね。で、今回は翔平 TV の、登板シーンをお送りいたします。その他は、ボナールチャンネルの方で見られますので、ぜひともお願いします。はい、バッターはですね、先日ボナールマサ君たちとコラボした時にいましたイサム君というね、球速アップやオニシームを教える動画を撮ったんですけど、その時に一緒に撮影をしてくれたイサム君と対決。まあ、立ち上がりはすごい悪いので、はい、これはね、かすってしまってデッドボールということで対決できませんでした。そして1番の岡ちゃん、保健性もね、冒頭仕掛けてますけど、まずカーブでストライク。実はね、この日の朝ですね、グラウンドがもう水たまり で雑草とかもめっちゃ生えてて、今日は中止ですって感じだったんですけど、あ、タケヒロムービー、ほら、グラウンド不良ですね。グラウンド変わってしまいました。ちょっと本当はもう午前中グラウンド使えないんで中止っていう話だったんですけど、なんとか整備をして、3時間ぐらい整備をして、2時から試合をしました。はい、ここでノーアウト1、2塁ですね。右側のベイちゃん司ですね、ショート。はい、これ鬼スライダーでギュインと、まあまあっすね。はい、こちらカーブ、うまーくね、かけさせたんですけども、まさかの取れず満塁となってしまいました。そして次のバッターがね、本当にもう厄介で、来ました、ホームラン予告をしております。翔平 TV VS ボナールマサです。実はこれ初対決、何回も予告ホームランをやっております。さあ、ノーアウト満塁から翔平 TV VS ボナールマサ、まずインハイ狙いで、一切遠慮なくもうインハイへ。そしてこちらオニシームですね、真ん中からインコースの下に落ちてくるボールを投げました。そしてはい、こちらオニスラ投げたんですけど、ちょっとね、曲がりすぎたか曲がりが早かったか分かんないですけど、はい、キャッチャー取れない方まで行ってしまいまして、はい、1点を返してしまいました。ここでね、石丸と司がもうね、近くで声をかけてくれて、すごいね、頼もしかったですよ。はい、こちら真ん中のストレート、はい、マサ君と僕のピッチングの違いっていうのは、やっぱリリースポイントだと思うんですよ。リリースポイントが異常に僕は前の方で、だから球がそんな速くなくても速く見えるそうです。マサ君もできればね、今後ともピッチング練習とかして、リリースポイント前にすればもっといい球がいくと思います。で、お次のバッターはまっすぐを打ちまして、サードフライ、ナイス武尊ムービー。あ、ボナールマサ君はフォアボールとなりました。そしてステイドリームの打者、花崎徳栄出身の選手です。オリックスの若月選手と同じ代と言っておりました。当時は外野手で、出場していたと
スタメンで出場していたと聞いております。そしてまず1球目高めに力みましてね、外れました。はい、またねノーワンなんで全然気持ちが楽ですね。そして今度はねインロー狙いなんですけど、これ上がってしまいました。これはね手を出してもらってちょっとラッキーでしたね。これでワンボールワンストライクと、はい、そっからちょっとずつギアが上がってきます。行きました。こちらはい横スラですね、横スラ。ここで注目するのがバターの見逃した後かかと重心になっております。これじゃ打てませんね。そしてはいこちら高めに外れまして、そしてラストと思って渾身の鬼シームファールボールとなります。ちょっと甘かったかなと思いますけど、微妙に変化してると思うんで、変化してなかったら多分打たれてましたね。そして鬼スラでいきますか。鬼スラで来たと思いましたが、すごいカットの仕方でこう来て真ん中から内側に曲がる、もうビヨンと伸びて合ってます。これを見てもう次投げようかなと思ったけど、一回まっすぐで、はい、ファールボール。この後はもうインスラしかないなっていう感じがしたんで、さっきのねこう足がピョッと伸びてファールにしてるのを見て、もう一回投げても大丈夫だろうと、あれも当たったとしてもそんなに飛んでいかないだろうと、まあ思いまして、スライダー、インコーススライダー、決まればの話ですよ。決まればはいはい、こんな感じでインスラで三振を奪いました。これは強にですね、強にいいボールですね。さっきのインスタのファールのやつが強一、いいボールだったと僕は思っております。そして2アウト満塁です。今のところ1失点をしております。さあまずはギアが上がってきたんで、まっすぐでストライク。ちなみにね新しいスパイクを履いております。そしてワンストライクから、はいこれスライダー、あれ鬼スライダー、鬼スライダー、消えるって言われますね。真ん中からぐっと曲がって、もうバット5センチ分ぐらいですか、空いてましたね。そして追い込みまして、ラストボールはちょっと普通とは買いたいんで、ちょっと横投げで、横投げの横スラといった感じで、今回はこれで終わりということで、本当にもう野球 YouTuber のみんながわざわざ入間に来てくれまして、そして対戦相手のステイドリームの皆さんもわざわざ集まっていただきまして、本当にありがとうございました。グランド整備の方もですね本当に助かりました。また、このような機会設けさせていただいて、またやりたいと思いますので、その時はぜひともまた参加よろしくお願いします。今回来れなかった他の野球 YouTuber の皆さんもぜひとも参加してください。いやすごいいい仲間たちと出会えて本当に嬉しいです。これを見てる皆さんも野球を通じて素晴らしい仲間と出会ってください。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プリントするグローブはこれプラスこちら、これはい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何色です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンダナさんの、インスタを貼ってきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。
詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それでは、アウリオシタ、アツオ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ、オンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てまーす。切るのさ磨き抜いた切れた